ジャニーズ以外でもやっぱり AKB とかと関わったりとか、うん、いろいろあるじゃないですか。グラビアと関わったりとか、うん、真っ暗だらけじゃないですか。もう本人から直接泣きながらいろんな話を聞くんで、うん、女の子たちもそれこそ16歳17歳とかで高校生とかで挨拶しに行ってとか言って部屋行ったらもう、うん、ここは15歳中3の時にジャニーズ事務所に入所したと。そうです。でもうそこからほどなくしてジャニー北川さんの部屋に、まあ、行かされて、うん、そういう、まあ、いわゆる性的なことをされたと、うん、まあ、それは非常に怖かったけども、ジャニー北川の正体というか過去のそういった噂を調べたところをちゃんと裁判では、うん、ジャニーさんがそういうことをしていることを認められているにもかかわらず、そういう犯罪をしているということが裁判所も認められているにもかかわらず、警察がジャニーさんを捕まえたりとかテレビ局などがジャニーさんのそういったことを言わないことに恐怖を感じて、これを警察とかに言っても変に喋ったとしても殺されるんじゃないかという恐怖を感じた。そうですね。謎でしたからね、その出てないことが、まあ、こんな子供ながら15歳ながらにこれはダメでしょって分かるんで、うん、そもそもテレビ局が報道しないっていう、これは実は俺テレビ局にいたから。そうですよね。NHK の不祥事も実は全部もみ消してきたの。まあ、そうです、そうです。それこそ郷ひろみさんのとこからやってるからね。そうですね。郷ひろみ自体が言ってますからね。そう、もう郷さんもめちゃくちゃされたって言ってるからね。いや結構あの人だってね、結構怒ってやめてますから、ね、うん、いやもちろんだから郷さんがニューヨークでくすぶってる時に NHK で引っ張ったって経緯があって、俺ちょっと何人かの実はジャニーズの人に一応俺のコネクションで聞いたけど、はい、もうそんなジャニーさんのチンポ加えてセンター取ったは言えませんっていう答えが返ってきた、ね、うん、する側もあったらしいですね、うん、うん、そうだから昔は元気な時は、うん、だからそれも聞きましたね。なんか まだ楽だぞみたいな、昔はもっとやばかったぞみたいな、あ、そうなん、されるだけで済んでるんだから感謝しろみたいなこと言われたことがあります。逆にそうやね、なんか加えさせられたって言って、でそれはものすごい屈辱だったけども、いや屈辱だったけども、まあ、それでどうして、まあ、言ったら怖いし、いわゆるだから警察がちゃんと捕まえてくれるか分からない。でもそれをさすがには言えない。自分が見てる限りだけでもジャニーズ以外でもやっぱり AKB とかと関わったりとか、うん、いろいろあるじゃないですか。グラビアと関わったりとか、いろんな芸能界の人たちと、で真っ暗だらけじゃないですか。そのみんな大人は知ってるけど、その、まあ、いわゆるジャニーズ事務所以外のタレント事務所っていうことだよね。そうです、そうです。もう本人から直接泣きながらいろんな話を聞くんで、女の子たちもやっぱ男性は少ないじゃないですか。普通分かんないですか、俳優とかは。よく僕は自分のジャニーズ以外はそんなに男性聞いたことないんですけど、女の子の方がひどいやろうな。普通に女の子は真っ暗半端ないですよね。多いですよね。そうだよ。なんかもう普通にそれこそ16歳17歳とかで高校生とかでなんか挨拶しに行ってとか言って部屋行ったらもうそのボスが待ってて、編集者の待ってて、もう大人3人ぐらいいてみんな動画撮ってるみたいな。でお前ここ出たらもうないからどうするっていう、一生やらないか俺ら何もしないよって、同意しないとやらないよみたいな、全部証拠残ってるからみたいな感じで枕させられたりとかしてるのをその同時期に聞いてるんですよね、いながら、うんうん、すごいなと思って。何がその今立花さん言った通り、その闇だらけだなと思って、その15歳なりにこの世界終わってんなと思ったんですよね。おー、なかなかその感覚は正しいね。15歳ですよ。15歳でそこを理解できるのはなかなかすごいよね。終わってんなと思って、こんなもんなんだと思って、したらなんかいろんな陰謀論が世の中にあるけど、これマジで本当なのかな、本当かもしれん全部って。例えばマイケル・ジャクソンがしてたとか、ジャニーさんってマイケル・ジャクソン崇拝してるんで、よくマイケルの話をするんですよ。崇拝してるし、マイケル・ジャクソンの面倒を見てたんで、日本来た時子供のマイケルをジャクソン5で案内したりとか、こんな関わりあって、もしかしたら、まあね、マイケル・ジャクソンさんの場合は証拠がなかなか出てこなかったの、まあ、いろいろと言われてるはいるけどね、はい、ジャニーさんの動いてる映像ってほぼ出てないでしょ、うん、出てないですね、世に。多分世の中の人でジャニーさん動いてるの見たことないんちゃう。あの人平気で言うたち好きなの選びなよとか言うよね。何ですか、その言うたちって平気で言ってるよね、ほんまに。言ってます、言ってます。俺もだから NHK におったから、なんか変なおっさんおるな思って、うん、見たことあります、生で。あるある。あったことありますね。
もうさ、あの NHK の1階の食堂でな、はいはいはい、1枚札ピューッと入れて、あ、そうです、ユーたち好きなおしなよとかって言って、あ、見てますね懐かしい。いやもう、あ、ユーたちと思って1万円札 自動販売機めちゃ懐かしいですね。入れるよね、あの人で、ユーたち好きなの押しなよって言って、いいんですかジャニーさんみたいな感じで、あれ多分中学生にもなってないぐらいの子ちゃうって感じ。懐かしいですね。あれ小学生もおるよね。いますおるよね。小学生多いですよ。むしろそうだよね。もうなんか小学生の、まあ、5年生とか6年生とか中1ぐらいの大きさの子たちがいっぱいわーって集まって、ジャニーさんとかってユーたちとか言ってるから、あれがジャニーさんやなと思って見てて、テレビで噂通りやなと思いながら、そうです、一回見てみます、ちょっと反応見たいですね。橘さんはもうなんか慣れてるんで。いやいやいや、別に慣れてはないけど、橘さんも慣れてるから何見ても驚かないですけど、ね、あ、まあ、一緒にジャニーさんと二人きりで運転してて、ジャニーさんが、うん、あの運転してるんですよ、ドライブ82のジャニーさんが、はい、これ一番好きっすね。これ渋谷っすね。この日ガードレール上がってる、車回る時なんかあるじゃないですか、段差とか乗ってるんですよ一回。そうか、1ヶ月後ぐらいに事故って、ジャニーさん、これもうやめてって多分なってやめてるんですよ。普通に考えればジャニーさんみたいな人は運転せえへんもんな。普通に運転するんですよね。うん、てか運転するのは理由があるってことでしょ。それなりに男の子たちとドライブしたいっていう、ね、そういうことですかね。あとこれとか、ジャニーさん家に大量の袋があるんですよ。ここに履歴書が全部こう入ってる。あ、履歴書ずっと 80になってもうわこうやって。それはもう大好物やな。あ、これがあのあれです、あの部屋ですね、お気に入りの部屋です。あ、噂のお気に、スペオキってやつじゃん。これが、ここはスペオキ部屋、ここはそのされた部屋ですね。ここ2つあるんですよ。あ、でもカンワ君がそれを政見放送でやったら、ABEX の松浦会長とかも言い出すかもわからないね。そうですね、あの人もジャニーズのことは言わないもんね、いくら言っても。ジャニーさんに感謝してるんでね、松浦さん。そうなんか言ってるんで、一番感謝してる。 そうだね、あの人も全て学んだからジャニーさんからって言ってますから。そうなんや、どんなに酔っ払ってもジャニーさんのことは言わへんもんね。うん、これ本当陰謀論とか都市伝説じゃないからね。いろんなことを結構本当だから、このままいくと本当に気づいたらみんな殺されてるとか搾取されてるとかになっちゃうんで、うん、で知ってる人が痛い目見るみたいな。ちなみにごぼうの塔の奥野さんは知ってる？あ、僕知り合いじゃないです。知り合いじゃない、はい、彼なんかそういうのもうガンガン言って、あれ本当ですだろうねって感じですね。だね、奥野さんちょっと陰謀論とか都市伝説言われてんねんけど、実は俺はまあすごい彼と仲良くて、あの全然あまりにもまともすぎる。彼ってなんであんな知ってるんでしたっけ。彼自身はもともと明治とか江戸時代からの名家。なるほど、よし、じゃあ大体のことは聞けたので、今日はありがとうございました。どうもどうも、お疲れ様でした。はい、ありがとう、どうもどうも、はい、ありがとう、どうも。